こんにちは、霊夢です。こんにちは、マリサなのぜ。こんにちは、バラルです。今回は、眠れる森の者たちの舞台イベントなのぜ。鬼ごっこ、鬼ごっこ。そう、今回は、鬼ごっこをするのぜ。鬼ごっこ、ですかな？そうなのぜ、ハッシーさん。鬼ごっこをするのぜ。楽しみ、楽しみ。なんだか楽しそうですな。ルールを説明するのぜ。マップはジャグロー。逃げる範囲は、拠点と、7を結んだ線より、右側のみ。使う機体は、スジムのみ。鬼は格闘を装備して、切られたら、捕まったことにするのぜ。ほうほう、なるほど、なるほど。最初の鬼は、霊夢。任せなさい。格闘は必ず装備。それ以外の装備は、自由。ただし、鬼以外は、モジュール禁止。捕まったら、本拠点へ逃げ待機。制限時間は5分、ルールは以上なのぜ。それでは霊夢、用意はよろしいか？オッケーオッケーだよ。では霊夢、鬼ごっこ、スタートなのぜ。いよいよ始まりですな。みんな外にいるから、拠点後まで、ワープ。出演する、舞台員の皆さんは、レティアさん、ニョホマルさん、新世界の神さん、荒野のカリュードさん、ユウブウさん、ジーボーガンさん、イザナミサクヤさん、カリナジュさん、セツナリンさん、ウサミレンコさんなのぜ。第一村人発見。残り 50% を切りました。鬼ごっこといえば、子供の頃、弟と一緒によくやりましたな。へぇ、ハッシーって、弟がいるんだ。ちょっと歳が、離れていましてな。小さいのに、私や、私の友達に混じって、よく一緒に遊んだもんです。セツナリンさん、捕まってた。お次の獲物発見。水の中から、隠れていくよ。ザナミさん、後ろ、危ないですぞ。あー、ハッシー、肝心なところで、ブスってるのぜ。でも、まだバレてないよ。イザナミサクヤさん、捕まってた。さーて、よりどりみどり。ユウブウさん、捕まってた。荒野のカリュードさん、捕まってた。本当はいろいろな戦略があるんだけど、今回は内緒。はい、二人発見。戦略ですか、気になりますな。自軍本拠点 C の対決が、残り 30% を切りました。ニョホマルさん、捕まってた。お次の獲物、発見だよ。カリナジュさん、捕まってた。残り 30% を切りました。ジーボーガンさん、捕まってた。限界点です。おっと、霊夢、時間なのぜ。終了。敵を発見しました。はぁ、楽しかったよ。ふむふむ、なかなか面白い企画ですな。引き続き、2回目に入るのぜ。2回目、スタート。了解、了解。今度は、リズムではないのですが。2回目の機体は、自由なのぜ。それ以外の、ルールは同じ。鬼は、荒野のカリュードさん、ユウブウさん、イザナミサクヤさんの、3人なのぜ。今度は、機体差も出るし、面白そうですな。でもねえ、もう膝が、プルプルだよ。何なのぜ？だって、みんな空気椅子しながら、やってるんだよ。本当ですかな？それは。嘘でした。指揮官から指示が届きました。嘘でしたか？本当なら、恐ろしいことでしたな。霊夢、そのくらいにしておくのぜ。わあ、荒野のカリュードさんは、鬼だったよね。
そうだよ霊夢、鬼なのぜ。今度の鬼は二刀流ですな。大鬼さんこちら、霊のなる方へ。あれ、あれれ。本当に来ちゃったのぜ。逃げろー。そうそう霊夢さん。やばいんでしょ、知ってるよ。今の、当たってないよねー。残り 50% を切りました。多分、セーフでしょうな。よかったー。二刀流は、迫力があるのぜ。霊夢さん、そろそろ、終了の時間ですな。ふぅ、結構疲れたよ。お疲れ様でしたな。でも、楽しかったよ。また鬼ごっこ、やりたいねー。今回の、鬼ごっこイベントは、これで終了なのぜ。お二人とも、お疲れ様でした。それではこの辺で、ご視聴ありがとうございました。今回の鬼ごっことは、何だったのでしょうな。遊び。いや。あの立ち回り。緊張感。まさに、戦闘訓練そのものではないか。それに、霊夢さんの冗談で言っていた、空気椅子。あれが、もし冗談ではなかったとしたら、かなり過酷な、戦闘訓練ということにはならないか。それを、ニコニコしながらこなしてしまうとは。これはキシリア様に、ご報告しておく必要がありそうですな。ところで、そろそろ。これは冒険の予感ですな。